えー、今日からね、ちょっとあの本の紹介というか、商品の紹介というか、これね、いいんじゃないかなって、俺が普段使ってたり、読んでたりして思うものを紹介していこうと思いますと、えー、まずね、西部健二の著書をね、捨、え、て、ー、間じゃなくて間ということで、この捨て間じゃなくて間っていうのは何なのかというと、あのー、ショート動画の方でね、俺が気に入った商品とか面白いなと思った商品を適当にね、紹介してるだけっていう動画があるんだけど、 まあ、それをこっちのね、喋りの方の動画でもやっていこうと。うん。まず、一冊目は、フットボールクラブ哲学図鑑で、これ、あの、例えば、リバプールとか、インテル・ミラのそれから、エシー・ミラノ、ユベントス・ユナイテッドの、な、成り立ちとか歴史とかね、なぜこういう戦い方をするかとかいうのをね、紹介してくれてて、例えば、リバプール、港町のチームだと、ファンがこう、結構過激で、で、熱しやすくて、で、 労働者のチームになりやすいとかって書いてあったのかな他にもビジュアリアルは変なチームで、こういうカラーのチームでとか言って そんな感じでねこういうチームになっていったのはどういうところからどういうところからこういうチームに発展したのかっていうのがよくわかる一冊になっててバイエルンとかユナイテッドとかあとどのあたりかなやっぱミラン、うん、このあたりの歴史なんか面白いのでこの一冊見ながらな眺めてみるのもいいんじゃないのかなっていうで歴史を見るだけだったらはっきり言ってねウィキペディアを見てもできなくはないんだけどウィキペディアを見ても眠くなる人はねこういうやっぱちょっと した紹介まあサッカー初心者をサッカー初心者だけじゃなくてねもうちょっと深掘りしたい人なんかもこれ DNA 解剖図って書いてあるぐらいだからうんだからこのチームが今こうなるのはこういう風なことがあってみたいな感じだから過去のスター選手なんかまたそのスター選手がどう扱われてたかなんかでも分かりやすいからこれやっぱおすすめかなっていう で次におすすめはこのフットボール代表プレースタイル図鑑。これはね、あのー、例えばスペイン代表がどういう風な沿線をたどっていったかっていうのを簡単に説明すると面白くて、まあ簡単に言うと、あのー、2000年代の半ばまではパスをダラダラつなぐだけの変なチーム。で、強いんだか弱いんだかよくわかんないんだけど、まあワールドカップとかユーロでも大体ベスト8に行くか行かないかぐらい。 でそれがなぜあんな風に急にテキタカで強くなったかっていうとテ高キタカに誰も対応できなかったのとテ高キタカに特化したメンツが集まってたっていうでそのきっかけになったのが、えー、っとなんとかっていう監督だったかな。 まあ、その時のユーロだけで退任してんだけど、で、その時シャビを確か抜擢したのかな。うん。で、そういう風になって、で、バルサ組が中心になって、で、バルサプラスレアルの融合になって、で、あの時のテキタカの異常の強さになったっていう。他にもね、フランス代表がなぜあんな風に変なのかっていう。うん。無個性で変なのか。で、クロアチア代表もね、似たようなところあるんだけど、あれはあれでまた別なんだけどっていう。 でだからこのね、フットボール代表プレスタイル図鑑を見ていくと、その国のね、サッカーの模様っていうのが見えてきて、例えば最近のサッカーって言ったら、どこも同じようなサッカーをやってるとは言っても、ラリーガーを見たらやっぱパスをつなぎたがるし、プレミアリーグ見たら肉弾戦が今日、インテンシティが高いサッカーしている。で、ドイツ代表だとやっぱ縦に速いサッカーしている。またあの、ディフェンスがとろい。 うん、でイタリアだとあの守備の戦術が異様に細かくて最近だとビルドアップの構築まで細かいというねまあそんな感じでなぜこの国々がこんなサッカーをずっとやってきてでイタリア代表のね変化なんかも書かれてあるからそこら辺なんかもね追っかけて見るのも面白いんじゃないのかなって今のイタリア代表を見てて俺違和感を覚えるんだけど。 ただ違和感を覚えるって言ってもね、あのイタリア代表の戦い方こそがやっぱりね、カテナチオのなんか変遷なんじゃないのかなって思ってしますよ。要するに、あのポジショナルサッカー的なことをやった方が勝率が上がるからイタリア代表アずりはああいうことをやっちゃうっていう。まあ、そんな感じでね、イタリア人らしいなっていう。で、イタリア人って言ったら、あれは別の本か。うん。で、最後、戦術リストランテ。この本はね、ボリスタの記事をまとめたやつなんだけど、まあ、最新の戦術の流れがわかるとは書いてあるんだけど、俺はここに。 最新じゃなくてね、ちょっと前、1年前、だってこれ見て、2022年12月に購入だから、だからその直前ぐらいに発売されたのかな、確かワールドカップを受けて、うん、だからワールドカップ直前ぐらいまでの情報がまとめてあるっていう。ということでね、えー、今回はその,日の、西部健二のえー、と著書、社表ということで、えー、喋ってみましたと。 皆さんこういう本を紹介してほしいとか、またこういったのがね、ちょっと興味あるって言うんだったらコメント欄に書いていただけると、えステマじゃなくて前をやっていこうと思います。最後になんでこんなことを始めようかと思ったかっていうと、a マゾンアソシオイテに登録しちゃいましたということで皆さんがポチポチポチと買ってってくれることによって、amazon ギフト券が貯まっていくので、皆さんぜひお願いします。あの、このアンリミテッド、この kindle 版アンリミテッド買うのやめてください。 買うんだったらこっちの方の、できれば新品で買ってください。あのー、投げ銭とかそんなことしなくていいんで、こっちでお願いします。では、失礼します。お願いします。